天使の証婚は、西村京太郎の推理小説。1965年、第11回、江戸川乱歩賞受賞作品。本作は、作家デビュー後初の長編である、前年の4つの終止符に続く第2作である。タイトルの証婚は、傷跡ではなく、昇魂等に読みする。2015年には、新装版が講段社文庫から発売された。 西村京太郎といえば、今日ではトラベルミステリーの第一人者として知られているが、初期の本作は社会派推理小説に分類されるジャンルの作品で、当時の社会問題を題材に扱っている。ラストでは、単なる責任者への球断や差別への批判ではない、被害者たち自身のこの先の生き方に対する問題提起も含んでいる。新聞記者の田島は、 恋人の雅子と郊外の小山でハイキングを楽しんでいた。そこへ突如、胸に刃物を突き刺された男が現れ、天、と言い残して絶命する。速やかに警察へ通報して、現場周辺に包囲網が貼られたにもかかわらず、犯人は見つからなかった。被害者の男は、フリーの雑誌記者をしながら掴んだネタで他人から金品を揺すり取るというあこぎな生活を送っており、 殺した犯人は秘密を知られ脅されていた人物であろうと推測された。事件に興味を持った田島は警察とは別に取材を兼ねて独自の捜査を開始する。やがて田島は被害者の九将と付き合いのあった雑誌社から天使は金になると書かれた九将のメモを入手し、この天使こそ自分が聞いた天という言葉なのだと思う。天使という言葉を キーワードに、警察、田島それぞれの捜査で何人かの容疑者が上がってくる。一方、関係者が不審死を遂げるなど、事件は徐々に新しい進展を見せていく。しかし、最後に犯人と突き止められたのは、思いもよらない人物だった。そして、天使の本当の意味も明らかになっていく。犯人は世間に公にされては、 彼らの生活が和解するような身内の悲しい秘密を、久松に嗅ぎつけられ、身内を守るために、九章の口を封じたのだった。テレビ、東京系列、女と愛とミステリー枠で、テレビドラマ化され、2001年7月4日に、放映された。真相版天使の証魂、講談社文庫講談社ブッククラブ、ありがとうございます。